こんにちは。こんにちは。鉄管です。トミーです。今日は、人気の魚が釣れると噂を聞いたので、調査してみたいと思います。本命いいね、ちっちゃいけど人気よ。 OK OK、 いいね、カエです。バタ焼きサイズ、ちょっとキープしてからもうちょっと釣ってみようか。何見えん。ちいよ、小さすぎて見えってことよ。ヤマトビ、オッケー、見える。もっと巻き釣ろ。サキュあ、いい音、いい音。下ろすか。下ろすよ。下ろすか。タオ持ってきてないって。なかなか走りますね。来たらびっくりした。でかい。本当だ、地獄。ほら、はい、はい、ぬるぬるです。スーパーローション。行くな、やっぱりこのサイズでも。OK、サイズアップじゃん。ありがとうございます。今日はそれだかありです。ありがとうございます。
撮ってたよ、今ちゃんと。今ちゃんと撮ってたよ。え？カフェです。奇跡が起きました。何これ？スズメダイ？スズメダイ？ちびバージョン。待ってよ。スズメダイですね。ちっちゃ。あのリリースでお願いします。絶好調。それがかり。違うんじゃない？巻いてるね。はい。おーおーおーおお、いい感じ。わっ、いた。いい感じですね。釣り終了です。カエ、スカリレイカしてたんですけど、まあこのサイズですね。このサイズが3時前、昼の3時前です。昼間からたくさん釣れました。地元で噂がのカーエが釣れる場所を試してみたら、そこそこ楽しめたの回でした。あのカーエはちっちゃいのでリリースして帰ります。どうもご視聴ありがとうございました。結構降ってるやん。ちょうど片付けしてきたら土砂降り始まって、ナイスタイミングでした。帰ろう。お疲れさん。トミーありがとう。それ